はいどうも、素朴な甘さが癖になるあずきガムゲーム実況チャンネルでございます。ということで本日は週刊戦闘力調査、こちらの方をやっていこうかなと思います。まあこちらね、なんだよ週刊戦闘力調査って思ってる方多いと思うんですけども、まあ、私ね一つ、まあ、動画を上げる上で思っていたことというのが、まあ、無課金の人に向けてね、まあ、一緒に頑張ろうという、そういったね、なんか応援動画みたいなのね、撮りたいなと思ってまして。で、やっぱり、一人でね、こういうゲームやってっても、やっぱ目標がないと分かんないじゃないですか。モチベーション続かなかったりとか。で、やっぱりね、数多く動画上げてくれてる人ね、いるんですよ、僕以外にも。でも、ほとんどの方がね、課金をしている方で、無課金の人でもうガチでね、動画バンバン上げてくれてる人っていうのはね、まあ、少ないんじゃないかと。まあ、勝手にね、私が思ってるわけでございますけども、まあ、そんなこんなで、だから、一週間ごとにね、まあ、大体一週間ごとに、まあ、戦闘力ここまで上がったよっていうのをね、まあ、報告することによって、無課金の人がね、それをモチベーションに頑張っていければいいんじゃないかなと、思っております。ということで、まあ、軽くね、説明なんですけども、現在ね、10月2日ということで、まあ、24日リリースだったんで、まあ、約1週間ぐらいが経ったところなんですけども、現在のね、私のレベルが60、そして、戦闘力が62,434という感じでございます。まあね、これブレイダーだしね、仮効率っていうのかな、仮効率っていうのはそんなに、まあ、良くはないんですよね。で、お金の方が、まあ、だいぶね、最初700万ぐらいあったんですけども、今300万ぐらいになっちゃってます。これはね、一時期ね、ゼロに、かなり近い数字、30万ぐらいになったんですけど、そっからね、やべえ、金策しなきゃということでね、金策を頑張った結果、ここまでね、回復したというわけでございます。で、まあ、装備に関しては、まあ、いろいろ思うところあるんですけど、名誉の太刀の方を使ってて、まあ、小太刀、ほとんど名役のね、装備ですね。まあ、ここに関しては、もう、バンバン強化していったら、いいかなとも思ったんですけど、お金がね、まあ、いかんせんなくなってしまうというところで、あ、もうこれは手を引こうということでね、ほぼ名役の装備。で、紫の装備に関しては、もうこれね、イベントでもらったベルトとね、ネックレスなんですけども、こちらね、プラス5まで強化して、で、おそらく紫の装備っていうのがね、現状出てる中では最上級の装備ということで、魔力刻印みたいな魔力付与っていうのかな。これも多少やってみて、4段階と、こちらはね、4段階ということで、両方4段階までつけております。で、まあ、ネックレスに関しては、ネックレス?イヤリングか。イヤリングに関してはなんか適当に出たやつを装備してるという感じ。結構ね、悪魔討伐とかやってて落ちたりとか、ヌナドラ放置してたら落ちてたりとかしたんでね、ここに関しては割とすぐ揃いました。で、これですね。信頼の防御リング。こちらの方は、まあ、クエストの報酬でね、もらったやつなんだけど、これもね、しばらく使うだろうっていうのと、ここにね、灰色のものがあったんで、あ、2個付けられるんだ。じゃあ、とりあえずこの青い方のね、リング。まあ私の持ってる信頼の防御のリングについては長い間使うかなと思ったんで、ここにもね、魔力付与をして、まあ残念ながら魔力付与2段階なんですけど、これ2、3回挑戦してみたんですけど、2段階以上がつかなかったというね、悲劇に見舞われたんで、まあここでやめたという次第でございます。はい。そしてね、魔力刻印。まあこれもね、かなり重要なコンテンツの一つなんだけど、それに関してはね、4段階まで進めました。もうね、ここまで来るとね、1回にかかる費用というか、あ、もう26とかだと、例えば今自動刻印できるからやるけど、1回で41取られるとかいうんで、全然レベルが上がんなくなってって、いや、非常に大変だなと思います。レベル30で解放だとしたらね、この5段階目にすぐ行けると思うんで、そしたらまた1からスタートなんでね、戦闘力の伸びっていうのはグググと上がると思うんですけども、まあ、現状まあ何もできないといった感じですね。そしてね、まあ霊魂石の方なんですけども、英雄のね、霊魂石が、まあ、2つほどできました。敏将さんと、こっちは何だっけ?保護のね、霊魂石ということで、まあ、この2個ができたのは、まあ、非常に嬉しい限りなんですけど、1回ね、これも強化に失敗して、三角の止まりになってるんで、結構ね、消費してます。で、まあ、ここに関しては、サブキャラのやつをね、持ってくるっていうやり方をすれば、まあ、無限にと言ってはなんだけど、三角、気象のね、霊魂石ぐらいは割と簡単に手に入るということで、まあメインにね、戦力を集中させる意味で、まあ今後やっていってもいいかなと思うんですけど、このレベルアップするね、材料、これですね、霊魂のかけらというものがあるんですけど、これが現状私足りてないんで、まあ足りてないんだったらやる必要ないかなという感じでね、まあこのまま、サブには、サブのままにね、つけているんですけども、いずれこっちに持ってきたいかなと思っております。なんで、まあ、戦闘力上がり余地っていうのは割とまだ残されている。
そして私の、まあ、前回のランキングというところで今見れるんだけど、レベルの方が1574位、戦闘力の方が1169位ということでね、まあ、これに関しては、まあ、結構ね落ちてしまったかなという印象ですね。最初はね、一番最初駆け出しの時は200位ぐらいだったんですけど、どんどんね課金する方が増えてったというのと、まあ、私がね結構、レベル上げというよりは採取をね頑張った時期がありまして、でそのせいでね、まあ、どんどんまあランキングが落ちていってしまったという感じでございます。まあ、ここに関しては、まあ、今後ね挽回する手段がね、まあ、いくつかあるんで、もうちょいランキング上げられると思うんですけど、まあ次回までにはね、戦闘力の方でいこうか。戦闘力で1000位は切りたいかなと思っております。うん。まあ頑張るしかないね。ちなみに私のサーバーイブリン3でございます。で、まあ、今回ね、まあ、あったことのニュースみたいなことをね、ちょっと言っていきたいかなと思うんだけど、実はね、これ紫装備っていうのが手に入る手段があったっぽくて、俺もね、やってる途中に気づいたんですけど、このマンスリーミッションのね、最後、これブレランの装備ボックスっていうので、ブレランの武器または防具が一つ手に入りますということでね、これが非常に重要になってくるわけなんだけど、24日にこのゲームリリースされて、1週間でこのマンスリーのミッションを15までクリアしたやつが結構いたっぽくて、その人たちにはもうね、もう拍手を送りたいかなと思います。いや、すごいね。1週間でクリアできるんだって思って。自分もね、結構、まあ、意識してはいたんですけど、途中から。この、輝く霊魂石の浄化水。これの一歩手前で終わりましたね。まあ、あらかじめ、ここにね、装備があるということを見つけて、ここのミッション名を頑張った人だけがもうゲットできたと。あと、ま、課金者の方だったらもうガンガンね、ゲットできるものもあったのかなと思うんですけど、いや、非常に素晴らしい、頑張った方が多かったんじゃないかなと思います。うん。あとはね、結構、まあ、課金者の方だと思うんですけど、こちらですね。6章の最後まで行くと、ここでね、ブレランのグローブボックスっていうのが手に入るということで、まあ、先ほどね、マンスリーの、ブレランのボックスがランダムらしくて、ここ、そっちでね、グローブ出して、こっちでもグローブっていうことでね、グローブを被ったというね、まあ、結構ね、悲しい方も多かったんじゃないかなと思うんですけども、こちらのね、グローブが手に入るっていうことが分かってるんで、まあ、クエストはね、もうガンガン進めていけば、最終的には戦闘力上がるということでね、まあ、ぜひとも頑張っていきたい。そしてね、今ね、レッドジェム57ってなってるんですけど、これ実は課金ではありません。レベル60になり、このね、取引所の方が、解放されたということで、名誉の太刀をね、60で売ったところ、まあ、売れたと。非常にありがたかったですね。これでもうガンガン稼げると思って。で、今、初心者のネックレスとかね、適当なものを、まあ、出しまくってるわけでございますけども、こちらに関しては一向に売れる気配がないんで、まあまあまあ、しゃあないのかなと。確かにね、こんなの、簡単に集まりますからね。わざわざ取引所を使って買うことでもないのかな、という感じなんで、まあ、青色の希少装備ぐらいが出たらね、まあ、ゴンゴン売りに出していこうかなと思います。まあ、ここに関してはね、ゴールドを結構使うのかなと思ったんですよ。出品するのに。そしたら、意外とね、200ゴールドとかね、100ゴールドとかね、安かったんですよね。思ったより。なんでまあ、レッドジェムに関してはこれで貯めていこうかなと思います。取引所で。さすがにね、こちらの交換所で、レッドジェム交換っていうのもね、できるようになったんですけど、この、レッドジェム交換チケットっていうのが、フィールドボスをね、倒さないと、まあ、交換ができないということで、いや厳しすぎるだろうということでね。まあ私にとって、フィールドボスがね、アプリがどうしても落ちちゃうんですよね。人数が多くてなのか。まあ重くなっちゃうんですよね。なんで、まあフィールドボス実質いけないんで、まあ、このね、交換チケット諦めてたところで、あ、取引所で一応こうやってジェム手に入るんだということに気づけたんで、まあ、それに関しては良かったかなと思います。なんで、まあ、ぜひね、皆さんも、無課金の人で、サブキャラやっててレベル60まで上がってない人もね、まだまだいるとは思うんですけども、そういった方はね、ぜひともレベル60まではね、モチベ持ってあげると、この取引所っていう機能が使えるようになるんでね、頑張っていただきたい。早めに上げることができれば、いらない希少装備とかね、まあ、ボックスの肥やしにすることじゃなくて、売りに出せるんでね、さばければジェムになりますから。頑張りましょう。でね、今、ペンギン交換にいるから、ちょっとね、一言補足というか、今後のね、戦闘力上がる余地。なんですけども、こちらね、どこだっけな、青エビの商談っていうところで仲間契約書っていうのがね、わずか100コインで交換できるっていうことで、これしかもサブもね、共有なんです、仲間に関しては。仲間召喚獣乗り物はね、サブキャラと
なんて言うんだろうな、共通っていう形なんで、ここで仲間をね、もう全力で回して、仲間の力で私の戦闘力ね、上げる余地っていうのがね、まだまだ残されているということで、まあ、30連ここだけでも引けるし、サブも合わせれば多分プラス数十連引けると思うんでね、ここで仲間がどれくらい手に入るのかっていうのをね、まあ、次回の動画で撮ろうかなと思うんでね、ぜひともね、気になる方はチャンネル登録していただいて、私のその次回の動画をね、待っていただけると幸いでございます。はい、あとはまあ戦闘力上がる余地に関してはもうこの仲間プラス先ほどねクエストで手に入る紫装備かなと思っております。まあね、日々、まあ、コツ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 やっていくことによって少なからずね戦闘力っていうのはまあ上がり続けると、特に刻印石とかね、まあ、入るものも多いんで、なんでまあそういうものをねゲットして、戦闘力上げていきたいかなと思っております。ちなみにアイテム収集なんですけども、アイテム収集はねもうプラス5のやつは終わってるんで、もうあとプラス失敗込みでねガンガン上げていくしかない、アイテム収集しか残ってないんで、正直やろうかやる前かもうめちゃめちゃ悩んでるといった感じ。それをやるぐらいだったらこっちのね潜在力解放に使っちゃっていいんじゃないかと思ってる自分もいるんですよね。特に洞察も解放されたんで、そこのところはレベル上がりやすいんで、やってあげるのもいいんじゃないかなと思っております。うん、まあお金が貯まったらアイテム収集やろうかなといった感じですね。最悪レッドジェムで買うっていうこともね多分できるはずなんですよ、取引所で。現在ね、販売所に出てるやつは、もう10、最安値のね、10ジェムで売ってるやつなんだけど、一応プラスついたやつもね、ここで売り出すことができるってなってるんで、これもしかしたら金策になる可能性はありますよね。まあ、レッドジェムから何かお金に変えるっていうことが、まあ、現状どうなのかっていう問題あるんですけど、この辺の、まあ、ジェムで交換できるものっていうのはいろいろあるんでね、まあ、ぜひともそういうものも考えてはいきたいとは思っております。てな感じでね、まあ、今回1回目となる戦闘力調査の動画、これにて終了しようと思うんですけども、ちょっとね、皆様にお願いがありまして、この動画、私がね、勝手に必要かなと思う情報をね、ピックアップして今回喋っていったわけなんだけど、もしかしたらね、この情報欲しいなとかね、いや、あれはどうなんだとかね、いろいろ疑問点とかあると思うんですけど、次回、何か載せて欲しい情報がある場合は、コメント欄の方で書いていただけると幸いでございます。また、いらない情報。いや別に、そこはあんま重要じゃないんじゃない?戦闘力そんな変わんないし、みたいなのがあったらね、まあそういうのも書いていただけると、それを参考にして次回の動画、作っていけるんでね、もうクオリティのいい動画をね、クオリティの高いね、動画をぜひとも作っていきたいと思いますんでね、皆様のご意見、アドバイスの方よろしくお願いいたします。ということでね、今回の動画、これにて終了。また次回ね、何かの動画でお会いしましょう。じゃねばーい。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画、ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。